吉澤みゆきのアトリエにようこそ。こんばんは、大人の美術部部長ことイラストレーターの吉澤みゆきです。この番組はイラストが好きな皆様やイラストレーターを目指していらっしゃる方に向けての番組です。大人の美術部というサークルみたいなイメージなので、ラジオの前のあなたはアトリエ部員です。美術部の部活のような気分でお楽しみください。吉澤みゆきのアトリエにようこそ。こんばんは、イラストレーターの吉澤みゆきです。初めましての方に自己紹介をさせていただきます。私はイラストエッセイや塗り絵など本の執筆を中心に仕事をしていて、ただいま著書が50冊、著書にコスミック出版塗り絵ブック気まぐれ猫ちゃんズのワクワク世界旅行や、朝日新聞出版夢を叶える大人の絵日記術というイラストエッセイなどがございます。その他、銀座伊東屋などで個展をしたり、イラストレーターを目指す人のためのイラストレータークラブの運営などもしています。本日は塗り絵講師、そして YouTube でも大人気の塗り絵アーティスト TS メグさんをお招きし、塗り絵アーティストや YouTuber のお仕事についてお話を伺います。ということで、早速ご紹介させていただきます。本日のゲスト、塗り絵アーティストで塗り絵講師の TS メグさん、こんばんは。こんばんは、 TS メグです。今日は素敵なお話を聞かせてください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして番組中盤では絵描き歌のコーナーもございます。今月は歌うことが大好き、ウクレレ弾き語りのしずちゃんに絵描き歌を歌っていただきます。アトリエ部員の皆様、紙とペンを用意してお聞きくださいね。ではゲストさんのお話の前に、吉澤みゆきの近況をお話しいたします。先月は今月台湾と韓国の展覧会に初出展なので、その制作をしていました。そして LINE スタンプの新作ですが、キャットチップススタジオの日陰つつじくんとコラボで、ハムスターのプリちゃんシリーズがスタンプと絵文字2種類発売されました。こちらは LINE スタンプで吉澤みゆきを検索するとシリーズが出てきますので、お好きな LINE スタンプを使っていただけたら嬉しいです。そして3月に朝日カルチャーセンター新宿教室でイラストレーターお仕事集客術のワンデーレッスンをいたしましたが、講座を受講すると実はすごい特典がありまして、1ヶ月フォロー付きの個別コンサルがかなりお得な価格で受けることができます。それで受講された方が今回もたくさんいらして、先月から今月にかけて個別コンサルをさせていただいてるんですね。その皆様のほとんどの方がそのままイラストレータークラブに入ってくださったので、クラブもどんどん増えて今は50人を超えていて、とっても嬉しいなと思っています。大勢増えるとできることもいろいろ増えるので、アトリエ部員の皆様もぜひ仲間に、お待ちしています。その朝日カルチャーセンターの講座は次回は10月20日になります。そして3月から始めた YouTube での縦型の塗り絵ライブ配信ですが、あれからコツコツ習慣になり、毎週月曜日夜の10時から塗り絵ライブをしています。おっちょこちょいなので毎回何かやらかしていますが、美術部の部活という感じですごく楽しいです。 YouTube に来てくださる皆様にもお名前をつけようと思ったんですが、この番組のアトリエ部員の皆様が大体来てくださるので、そのままアトリエ部員さんと呼ぶことに決めて、最近ライブで呼ばせていただいています。ラジオも YouTube もアトリエ部員さん、コメントをしに遊びにいらしてください。みゆき部長と呼びかけてください。そして今日のゲスト TS メグさんと、なんと恐れ多くもコラボライブを始めました。はい、めちゃめちゃ楽しくさせていただいてます。はい、ありがとうございます。題して、ね、はい、塗り絵カフェ、はい、
ということで、はい、月に2回くらいのペースでメグさんのところに行ったり、私の YouTube に来てもらったり、うん、縦型分割でね、はい、一緒の画面で、ね、そうそうそうもうすごい細長いんですよね。細長いあのスマホのサイズで見れるんですよね。はい、とても見やすいと思います、うん、はい。でこちらはカフェなので教えるというよりゆっくりのんびり楽しんで雑談しながらやってますので、うん、皆様覗きにいらしてください。はい、で私の塗り絵ライブもそうですが、コラボの塗り絵カフェも縦型の YouTube ライブ配信なんですよ ね。 ね、その縦型だとスマホやタブレットで見るとインスタライブのような感じになって、もうなんかね、どっちのSNS なんだか分からなくぐらいなっちゃう感じですよね。そうですね、そうなんです。で配信する私もすごく簡単でやりやすいなと思ってます。どんなものなのかはぜひ見にいらしてください。ではここで一曲、世界の終わりでレイン。吉澤みゆきのアトリエにようこそ。本日は塗り絵アーティストの T.S. メグさんをお迎えし、塗り絵アーティストや YouTuber のお仕事についてお伺いします。では早速 T.S. メグさんまずは簡単な自己紹介をお願いします。はい、では改めまして、アトリエ部員の皆様はじめまして、塗り絵アーティストの T.S. メグです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はですね、SNS を中心に活動しています、塗り絵やイラストの作品などを、各 SNS で発表したりして、皆さんに塗り絵を通してたくさんの方に気軽にアートを楽しんでいただけたらいいなと思っています。いろいろやってるんですけれども、はい、インスタグラムや YouTube では、うん、作品の発表したり塗り方の動画を出したり、あとライブ配信も先ほども言っていただいたんですけれども、うん、ライブ配信もやっております、はい、あとは TikTok や LINE ブームなどではショート動画をメインに、リクエストのイラストなども描いたりして、うん、こちらも毎日投稿しておりますので、毎日投稿、はいはい、ぜひ皆さん見に来てください、はい、あとは X やスレッズなどではお知らせやたまに日常のつぶやきなんかもしたりしています、うんうん、はいはい、そして著書が、はい、T.S. メグのアート塗り絵アナザーワールドという塗り絵本がですね、二見書房さんから発売されています、はい、すごく素敵なね表紙で、中身ももちろん素晴らしいんですけど、ありがとうございます。この本はですね、うん、本だけではなく YouTube で塗り方の動画なんかも出しているので、うん、一緒に本当に塗りながら見れる感じになっているので、はい、初心者の方でも気軽に楽しんでいただけると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、メグさん本当になんか女の子の塗り方すごく綺麗なのでね。本当ですか。そう、今度ね塗り絵カフェでぜひ私もアナザーワールド、アナワー、アナワー、略してアナワーで、はい、塗りに行こうかなと思ってるんですけど、塗れるかな。もちろんでございます。どうしよう、本当に塗れる。猫ちゃんになっちゃうかな。猫ちゃん描いても大丈夫です。もう猫ちゃんにひげ描いちゃってもいいんで全然大丈夫です。猫ちゃんもかあれいるんですかね。どうでしょう。猫います。あ、いますか。なんかちょっと童話をちょっとイメージした絵柄になってて、うんうんうん、長靴を履いた猫の絵柄があります。楽しみです。はい、ちょっと頑張ろう。はい、はい、そしてYouTube も大変ねチャンネル登録者数が多いメグさんですけども、SNS 総フォロワー数は何人ぐらいなんですか。いや、もう全部合わせてもう約、はい、もう少しで20万ぐらいなります。ありがとうございます。もう皆様のおかげで、ね、ありがとうございます。なんか聞くと TikTok が一番多い、はい、そうですね、うん、はい、TikTok 結構ショート動画が多いんですけど、なんかいろんな感じでやってるので、ちょっとパッと見て楽しいって思ってもらえるような動画を、うんうんうん、興味を持ってもらえるような動画を多く上げてるので、はい、なるほど、すごいですね。ありがとうございます、はい、でそして、そんな素敵なお仕事ですけども、はい、お仕事のきっかけっていうのはどんな。
はい、うん、もともとイラストとかデザインの仕事とかはちょっとやっていたんですが、はい、妊娠出産を機にちょっと休んでいて、うん、でちょっと復活しようかなという時に、うん、ワークショップを最初ちょっとやってみないっていうふうにお声掛けいただいたんですけど、はい、そのなかなか絵だと、うん、初心者向けにやろうと思っていたんですが、あのちょっと最初の一歩を踏み出すのが、うんうんうん、なかなかハードルが高いということで、うんうん、なかなか集まらず、うん、どうしようかなと悩んで試行錯誤していた時に、うん、ふとすごいその当時すごいちっちゃかったんですけど、うんうん、息子の小さい塗り絵があったので、はいはい、ちょっと気分転換に思いっきり塗ってみようと思っていて、私が塗ってみて、それをちょっとインスタの方にアップしたら、うん、いやバズっていただいて、ね、うん、それを機にあ私もやってみたいとか塗り絵だったらやれるかもという声がすごい、うんうん、結構いただきまして、あこれだと思って、うん、塗り方の動画で皆さんに教えたり、そのワークショップ塗り絵教室を始めるきっかけになって、うん、今に至っているという感じです。どこにねきっかけがあるか分かりませんよね。そうですね、うん、まさか塗り絵をずっとやることになるとは全然自分でも思ってなかったので、まさか息子さんの子供用、そうで す。ちょっとねお店で置いてあったもらったやつだった、お金もかかってないとい う最初はそうですね、はい、ね、なんかあのディズニー塗り絵とかも、そうです、あの100円ショップのとかも本当に素晴らしい仕上がりで塗られますよね。ありがとうございます。やっぱり初心者の方なのでお金をかけずに最初気軽に始めてほしくて、はい、そういった手軽なものから始めました。じゃあそんなメグさんですけども、はい、あの曲も今回リクエストをいただいているので曲紹介お願いできますか。はい、はい、ありがとうございます、小さい時から大好きなアーティストさんで、はい、弾けそうになった時など初心に帰って頑張ろうと思える曲です。はい、TM ネットワークでフールオンザプラネット。ではちょっと気分を変えていつものこのコーナーです。アトリエ絵描き歌。アトリエ絵描き歌のコーナーです。今月は新作ですのでぜひ紙とペンを用意してお聴きください。今回私の詩に作曲して歌ってくださったのは歌うことが大好きなウクレレ弾き語りのしずちゃん。本業は DTP デザイナーでいろいろな印刷物を作る仕事の傍らミュージシャンとしても活動。ソロだけではなくウクレレバンドデイドリームやこの番組エンディング曲アトリエにようこその曲でおなじみゆかぽんとのユニットラッキーチャームとしても活動されているそうです。ということでアトリエ部員の皆様お聴きください。ありがとうございました。ちょっと癒されて眠くなっちゃったかも今のヒントですよ。ではもう一回歌詞を読みますので、絵描き歌が書けなかったアトリエ部員さん書いてみてください。ではいきますよ。大きなふわふわ綿菓子
一つありました。ふわふわ綿菓子、真ん中に丸い大きな穴開いた。丸い穴の両側にぐるぐる渦巻き一つずつ。丸い穴の中にはちっちゃなアルファベットの Y の文字。 Y の上にはごま粒を2粒書いたら出来上がり。はい、いかがですか。あ、めぐさんバッチリ。あ、しょうちゃん、ちょっとなんだろう見せたい、皆様に見せたいはい、絵描き歌が描けた方はカシャッと写真を撮って吉澤みゆき LINE 公式アカウントに送ってください。5月12日までに送ってくださった方は来月の絵描き歌のコーナーでご紹介いたします。ラジオネームと答えやメッセージも添えてどしどし送ってくださいね。あれれ、心配という方は明日午前中にいつものように吉澤みゆき LINE 公式アカウントにもう一度絵描き歌を送りますので、それから書いていただいても大丈夫です。ぜひ今のうちに吉澤みゆき LINE 公式アカウント登録しておいてください。吉澤みゆきのインスタやホームページにリンク先がございます。そして歌ってくださったしずちゃん、ありがとうございました。すごく素敵でした。しずちゃんが所属するウクレレバンドデイドリームは5月4日に埼玉県上尾市のエコーズカフェにてライブをされるそうです。詳細はエコーズカフェのサイトをチェックしてくださいね。ということで、アトリエ絵描き歌のコーナーでした。本日は塗り絵アーティストの T.S. めぐさんをお迎えし、塗り絵アーティストや YouTuber のお仕事についてお伺いしています。めぐさん、はいいろいろ伺いたいんですけども、はい、やっぱりすごいたくさんの SNS をやられていますけども、はい、お仕事をやっていて良かったことって、まあ、たくさんあると思うんですけども、うん、お話ししていただけますか。はい、やっぱりコメントとか DM、うん、あとメールとかでも私の動画とかを見てくれた方からいろいろいただくんですが、やっぱりそのすごい楽しみが増えました、趣味が増えましたとか、うん、すごい癒されてますとか、うん、そういったね言葉すごくよくいただいていて、うん、なんか誰かの人生の楽しみの一つを、うん、こうお手伝いすることができているのかなと思って、うんうんうん、とても嬉しいですね。それがやっぱ一番嬉しいですし、うんうん、自分自身の、うん、なんかこう自己肯定感が上がるというか、私自身もそうですよね、うん、なんかすごく自信にもつながっていたなと思います。なんかコメントでね、うん、なんかお友達が増えるって感じしますよね。そうですね、なんか、うんうんうん、すごい身近に感じますね、うんうん、チャットですけどね。そうですね、うん、はい、はい、そしてお仕事をやっていて大変と感じることっていうのは、はい、まあ、いっぱいあると思いますけどどうですか。はい、もうこれはもう私自身の本当一番苦手なところでもあるんですが、はい、本当に時間の管理というか、はい、時間がいつも足りないなって思いながら制作していて、はい、それはどの部分、ライブ、いやライブというよりそれ以外でなんかこう絵を描く時間、その塗り絵を塗ったり絵を描く時間を取ったりとか、動画を編集しなきゃいけなかったりとか、はい、あとみんなにもコメントも返したいし、なんかまあライブの時間もそうですし、いろんなちょこちょこいろんな時間を撮ろうと毎日毎日こう1日何やろうかなっていうのをやっぱ自分でやるんですけれど、なかなかうまくいかないことも多くて、思ってた以上に時間がかかってしまったとか、なんかうまくいかなかったからちょっとこれはボツだなと思ってもう一回やり直してしまうとか、うん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 、そういった感じでちょっと時間が足りないっていつも時間に、はい、そうですよね。でも大体ほぼ毎日何かしらのライブされてるんじゃないんですか。毎日ライブは今はしてないんですけど、はい、もしかしたら今後増えていくかなという感じはあるんですが、うんうん、週1とか。あ、今はそうですね、 YouTube ライブは決まった火曜日にっていうの、うん、週2回は、はい、昼間4時からです、ね、夕方4時から、うんうん、まあ、たまにお昼から長い時間やったりすることもあるんですけど、うんうんうん、塗り絵パーティーって皆さんの塗り絵民さん、あ、そうですそうです、見ていただいてフォロワーさんたち、はい、塗り絵やってくださってる方、うんうん、塗り絵民さんとお呼びしてるんですけれども、
はい、その方たちの作品を季節ごとのテーマで、うん、紹介したりしています。いいですね、はいはい、でその時とかが8時間なんですか？そう、6時間8時間とかの時もあります。ちょっとアトリエブインさん、ちょっと今何のことってびっくりされたと思いますけどYouTube ライブが8時間とかやっちゃうメグさんもうそっちの方が生活って感じがしますよね。まあ、その日はそうです ね一日もライブの日って感じで、そりゃ時間足りなくなっちゃうでもあれもこれもやりたくなっちゃって、うんうん、はい、いやでもちょっと見習わなきゃと思いました。でもとんでもないですね、はい、うん、ありがとうございました、はい、では曲紹介またお願いします。はい、はい、SNS をやっている時にちょっと人と比べてしまって落ち込んでしまった時もあるんですが、そんな時自分を大切にしようと思った曲です。宇多田ヒカルでピンクブラッド。吉澤美由紀のアトリエにようこそ。本日は塗り絵アーティストの T.S. メグさんをお迎えし、塗り絵アーティストや YouTuber のお仕事についてお伺いしています。メグさんね、とっても楽しいお話を、はい、大変なことでしたね。大変なことでしたけど私には楽しく聞こえちゃったんですけど。楽しいです、楽しいです、はいはい、でさらにお聞きしますけども、はい、この番組はイラストレーターになりたい人とか、うんうん、クリエイターさんとか、うんうん、イラストが好きな人とか、うんうん、そういう方が聞いてるんですけども、うん、お仕事を続けるコツなどクリエイターさんに何かアドバイスありましたらお願いできますか？はい、私はですね、やっぱ SNS を通じて皆さんも作品を出したりとかする方も多いのかなと思うんですけれども、はい、まあ、私も SNS を使っていて、やっぱフォロワー数、あ、ね、いいね数、再生数とかコメント数、うんうんうん、いろんな数がね気になってきてしまうと思うし、はい、それが明確に見えるっていうのがすごく SNS のいいところでもあるなと思うんですけれども、うんうん、ちょっと気にしすぎちゃう、ちょっと周りと比べてしまうとか、うん、やっぱ あの人は何百もいいねがある、何千もいいねがあるのに、うんうん、私はこんなとか、うんうん、やっぱそうやって自己肯定感下がってきてしまったりとか、うんうん、気にしすぎて楽しくなくなっちゃう、自分がすごく楽しく制作だったり、うん、で活動ができなくなっちゃうなっていうのはちょっと一番良くないと思うので、はい、やっぱ気にしすぎずに、うん、自分が楽しめるやり方を見つけていくのが一番大事かなと思います、うんうん、あ、それはなんかクリエイターさんだけじゃなくて、うんうん、今インスタとか、うんうんうん、もう X とか YouTube とかみんなやってるじゃないですか、まあ、そうですね、うん、そうするとやっぱり数字っていうものがあるので、うん、すごく気にしすぎて病んでしまうとかね、うんうん、まあ、それで励まされるとか、うん、いろんな問題がありますよね。励まされる問題ではないけどもいいとこもね、はい、ありますよね、うん、それどういうところで楽しみを見つけていったらいいんでしょうか？なんか数の量より質っていう言い方はあれですけども、はい、私にはこんだけ見てくれてる、うん、楽しんでくれてるファンの方たちとか、うんうん、フォロワーさんがいるんだなって、そのライブの時とかにもすごく感じますし、うんうん、応援してくれるメッセージだったり、はい、なんか本当コメントとかがあると、うん、励みになるなって思っていて、なんかそういう一人一人の方をちゃんと大切にしたいなと思って、うん、私は今活動しています。量より質、そうです、皆様いいお話ありがとうございました。はい、はい、そして今後やってみたいこととかってありましたら、うんうん、はい、私実は個展とかまだしていないんですよね。したことないので、意外、はいはい、なのでやってみたいなというふうに思っています。塗り絵の個展ってそんなにないかな、うん、まだそうですよね、かな、まあ、グループ展とかあるのかもしれないんですけど、あ、聞いたことないかも。確かなんでちょっとやれるといいなというのを夢見てというか、はい、ね、思っております、うんうんうん、はい、でもメグさんには自分ご自身の著書があるからそれでできますよね。いや、そうですね、うん、それでちょっとやれるといいなと思うのですが、うん、はい、はい、楽しみにしてます、はいはい、ではまた一曲リクエスト曲お願いいたします。はい、日常から、制作へのスイッチを入れたいとき、なんかアートな気持ちへ切り替えたいときに聴く曲です。はい、エンヤで檻の子フロー。吉澤美由紀のアトリエにようこそ。ではイラストが好きなアトリエ部員さんにおすすめのイベントのご案内です。
イラストレーター斉藤ひろ子作品展ふくふく、 NHK お母さんと一緒などの歌のイラストや多くの書籍の挿絵で描かれる斉藤ひろ子ちゃん、銀座伊東屋で個展をされるそうです。大変個性的で楽しいイラストが特徴ですが、今回は絵の中に楽しい仕掛けと遊びを入れました。ごゆっくりご覧いただき、くすっと楽しんでいただけたら嬉しいですとメッセージをいただきました。ありがとうございます。斉藤ひろ子作品展ふくふく、会期は5月11日土曜日から20日月曜日、会場は銀座伊東屋K伊東屋地下1階フレームコーナー、地下鉄銀座線から徒歩2分のところです。アクリル原画やシルクスクリーン、版画など出品されるとのことです。そして第7回猫の引き出し公募展、東日本橋の猫の作品がたくさんいつも展示されている猫の引き出しさんの毎年されている公募展が今月開催されます。情報をいただいたのはイラストレータークラブでもある片付けヘルパーでイラストレーターの永井美穂さん。会場はギャラリーショップ猫の引き出し、会期は5月3日金曜日から7日火曜日、都営浅草線東日本橋駅地下3階出口、あ、地下3階じゃないですね、東日本橋駅 B3 出口徒歩3分のところです。はい、公募展は28名の作家さんが参加される展覧会で、情報をいただいた永井美穂さんは三毛猫の作品をたくさん出品されるとのことです。情報ありがとうございました。イラストレータークラブの紹介です。はい、吉澤美雪が主催するコミュニティイラストレータークラブですけども、 SNS のノートのメンバーシップで運営しているコミュニティで、イラストレーターになりたい人、すでにプロだけど SNS で今時のお仕事のゲットの方法が知りたい人、新しい情報をシェアしたり楽しいことを一緒にやりたいという人のためのコミュニティです。毎月勉強会をしたり、過去の動画や記事で学んでいただいたり、展覧会をしたり、いろいろな企画をしていますので、ぜひご参加ください。お試しコースはワンコインで参加できます。吉澤美雪のホームページにご案内をリンクしています。そして来月の予告です。次回の吉澤美雪のアトリエにようこその放送日は、6月5日水曜日19時からの放送です。実は次回の放送でちょうど丸3年になり、7月からリニューアルさせていただくことになりました。ということで水曜日19時の放送は最終回になります。7月からは火曜日21時にお引越しをしますが、ちょっと放送も短くなるので、そのご案内は来月お話しいたします。ということで来月プチ最終回なので、副部長ゆりるすちゃんとイラストレーターの玉ひろみさん、エンディング曲のゆかぽんちゃんにスタジオに来ていただき、にぎやかメンバーで番組の思い出を語ります。そして絵描き歌のコーナーは、今月しずちゃんが歌ってくださった絵描き歌の正解発表です。絵描き歌のコーナーも今回最後になりますので、こちらもお楽しみに。メッセージやラジオの感想などは吉澤美雪 LINE 公式アカウントにお送りください。お聞き逃しの方、過去の放送を聞きたい方は吉澤美雪 YouTube チャンネルにアーカイブアップしていますので、こちらもチャンネル登録して合わせてお楽しみくださいませ。本日は塗り絵アーティストの TS メグさんをお迎えし、塗り絵アーティストや YouTuber のお仕事についてお伺いしました。メグさん、はい、あっという間の1時間でしたけども、はい、今日は楽しいお話をありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、もっともっとね聞きたいのでね、はい、今度ちょっと時間かかっ変わっちゃいますけど、遊びに来てください。ぜひまた呼んでください、はいはいはい、で何か告知することがあったらお願いします。ありがとうございます、はい、5月5日の日曜日に、はい、池袋コミュニティカレッジにて、はい、塗り絵教室を開催させていただきます、はい、一応初級クラス、中級クラスと2クラス用意していますので、はい、皆さんよかったら遊びに来てください、はい、予約が必要なんですね、はい、そうです、もう募集されてますよね、はい、もう予約受付中です、わかりました、はいはい、そして
あと、毎週、はい、先ほどもちょっとお話聞いたんですけれども、はい、あの毎週火曜日 YouTube にて塗り絵ライブを4時から夕方の4時から行っております。こちら何時間やってるんですか？これいつも2時間です。8時間じゃなくて、いつも一応2時間でやらせていただいてます。わかりました。はい、はい、大体ですけどね、ちょっとはみ出ちゃうことはない。はい、じゃあアトリエ部員さんも行きましょう。はい、時々ね、ぜひ来てください。私も顔を出したりする。みゆき部長まで来ていただいて大盛り上がりです、その時は。皆さん、ぬるえみんさんがみんな優しくて ね、 そうですね、お話しして、あのめぐさんそっちのけで話してくださるので楽しい。そうなんですよ、もうチャットがすごい盛り上がっちゃってるので、うんうんうん、ぜひお気軽にチャット参加してください。はい、はい、そしてあとぬるえパーティーもね、うん、はい、先ほどの、ヌエミの皆様の作品、はい、これはあのコンテストとかではないので、はい、本当に優越つけない、このすごく気軽に参加していただけるものになります、うんうんうん、お子様から、はい、もう皆さんすごい参加していただいているので、その作品を紹介する塗り絵パーティーの方も開催してます。これの参加の方法っていうのはインスタグラムのアカウントがちょっと必要なんですけれども、はい、その私が毎回決めるハッシュタグがあるので、うん、それをつけて投稿してもらうという形になります。はいはい、じゃあその募集はインスタですね。そうですね、はい、インスタを見ていただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、そして本は、はい、ご紹介最後に、はい、はい、私 TS メグのアート塗り絵アナザーワールドが二見書房様より発売中です。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、そしてもう一つ私たちのね、はい、はい、コラボライブやってますので、はい、はいはい、ぜひぜひ塗り絵カフェということで、うん、月に2回くらいですけども、またね、日にちについては私が知らせたりとか、はい、メグさんがお知らせしたりとか、はい、インスタや YouTube でね、はい、お知らせしますので、うん、ぜひぜひぬりえみんさんとアトリエ部員さん、はい、ワイワイやりましょう。はい、楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、なんか最後に今日一言ですけども、うん、今日の感想どうでしたか？いや、めちゃめちゃ緊張してたんですけど、なんかすごい始まったら楽しく話させていただいて、うんうんうん、はい、なんかいつの間にか緊張の汗も引き、うんうん、いつも通常でこれ大丈夫かなって思うんですけど逆に。いやー、でもなんか聞くとライブでちょっと眠くなっちゃうって話も聞いてるので、はい、もう全然平気かなと思ってました。始まっちゃうとね、やっぱしゃべるの楽しくて、うんうん、はい、楽しませていただきました、ね、よかったです、ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございました。美長のおかげです、本当に言ってもらえた。いや、これは言おうと思って TS さんメグさんでお願いします。はい、メグさん、はい、ということでね、あの何のいうことを言ってるんだろうと思う人はライブ見に来てください。はい、アーカイブ残ってますので全部塗り絵カフェ、はい、私の方とあとメグさんの方と交互にやってるので、はいはい、あの交互に見てもらえると話がつながります。そうですね、はい、追ってきてください、はい、ということで楽しいお話を本日はありがとうございました。では締めの言葉一緒にお願いします。はい、はい、吉澤みゆきのアトリエにようこそ。次回もお楽しみに。イラストレーターの吉澤みゆきと TS メグがお送りしました。水曜日はルルルル、朝からワクワク、夜には
ドキドキ。